こういうフリーな感じではなく、こんな感じで。お疲れ様です、サトシです。今日もよろしくお願いします。本日は今まで以上に運指を強化したかったらありきたりな練習をするなという話をさせていただきます。結論から申し上げます。ありきたりな練習というのはとても大事です。ですが、それはギター超初心者やまだ運指が安定していないという人に向けた内容なのです。それ以上目指す人は今までと同じものでは何も変わりません。ですが、何をしたらいいかわからないというのも事実ですよね。ちょっとした工夫ですぐできます。答えはこれです。例えば誰しもが通ったクロマチック運指練習ですね。そしてこれの2つの弦を繰り返すタイプにします。これをちょっとした工夫で超絶的に効果のある練習に変えられます。それは人差し指を抜くことです。よってこのようになります。譜面はリズムを3連符にしているんですけども、もちろん8分符でも OK です。人差し指はフィンガリングの中でも一番使う指ですよね。その頼れる指をあえて使用禁止にすることで他の指の運動量を増やすわけです。じゃあこれからは人差し指抜きでやろう。それだけでは効果半減です。こうやってください。人差し指を弦にかぶせ常にミュートした状態でやるんです。さっきの人差し指フリーのやり方っていうんですかね、に比べてかなりきついというかやりにくいんですよね。でも実際の演奏はこうやって人差し指って実はミュートしっぱなしの時が多いですよね。でしたらこういったやり方の方が実践にそのまま活かせます。人差し指をミュートにしたフォームで他の指の運指練習をするんです。必ず焦らずゆっくりやってください。次は EX にこちらやりましょう。タブ譜だけ見るとよくわからないといった感じになりますけども、例えば他のフレーズで言うと、とかなんか聞いたことありますよね。今のをクロマチック、そして人差し指なしにしたものです。仕組み自体はそのままシンプルです。ミュートしながらだとかなり難しいので必ずゆっくりやりましょう。今のやつもそうですし、他のものもそうなんですけども、6弦から始まっていって、だんだん高音源っていきますね。その時の低音源のミュートは、人差し指でやりませんよね。ですので、右手でやります。例えば3弦ぐらいから弾いて、この時って1、2、3弦とか4弦は人差し指ミュートでも全然大丈夫です。実践でもこういうふうにやりますよね。ただし、6弦、5弦まではこういうふうに実践でやりませんよね。でしたら右手でミュートという感じになりますね。この運指練習結構きつくないですか？楽にできたっていう人は今後の参考にさせていただきたいので、ぜひコメント欄で教えてください。3番こちらです。こちらも譜面を見るとタブ譜を見るとよくわからないといった感じなんですけども、他のフレーズで言うと例えばこんな感じですよね。このパターンで結構よくねありますよね。これをクロマチックにして人差し指なしにしたものです。
もちろん人差し指で高音源をこうやってミュートしたままですね。こんな感じで、こういうフリーな感じではなく、こんな感じですね。実際にやってみると小指の非力さに泣きそうになりますけども、じっくりゆっくりやっていけば必ずできるようになります。そして譜面は6連符で記載してありますけども、倍の長さの3連符でも全然 OK です。場合ですと音はしっかり歪ませた方が音のつながりが分かりやすく、リズムも鍛えやすいので、ぜひ歪ませてやってみてください。今回はフレットをどんどんこっちに行ってますので、ですけども全然固定したままでも OK ですね。これだけでも全然効果あります。そして他の弦でもやってみてください。どうでしたでしょうか。今回のものは割と分かりやすく効果が出ます。今回の内容をちょっと1日やっただけで次の日には効果が出るっていう人は結構多いはずです。でももし手が痛くなったら無理せずに十分休めてくださいね。最後にお知らせがあります。今回お話ししたようなギターの上達に役立つ内容、公式 LINE でももちろん深く突っ込んでお話ししております。例えばピッキングだったり運指だったり、コード進化のことだったり、耳込みのしやすさだったり、レガートだったり、皆さんの好きなカッティングだったり、すぐに使えるペンタトニック、アドリブのための初心者音楽理論など、ギターの基礎やリズムを中心としたギターの実力がメキメキと伸びていくコンテンツを配信していきます。参加方法は下の概要欄にあるサトシギター教室のリンクから LINE の友達登録をしてもらえれば OK です。もちろん一切お金はかかりません。また今公式 LINE に登録いただいた方には、公式 LINE 登録者しか見ることのできない6個の豪華動画をプレゼントしています。1つ目、超有料級ギター最速上達ロードマップ。2つ目、驚くほど指が自由に動く運指マスター講座。3つ目、超効率的ギター練習曲参戦。4つ目、厳選ギタリストのための音楽理論講座。5つ目、ギター機材のセッティング法。6つ目、本当は教えたくない効果絶大の基礎トレーニング。以上6つの豪華特典を公式 LINE に登録すると無料で受け取ることができます。超お得な機会なので、公開を停止する前にぜひ受け取ってみてください。受け取りは概要欄のリンクから公式 LINE の追加をしてください。すぐに6つの特典動画を見ることができます。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ではまたすぐにレッスン動画アップさせていただきます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。